はい、914回始めます、3月26日です。あー、ちょっと腰が痛いですね。はい、今回、あー、これニュースの出どころちょっと書いてないな。マッチングアプリね、今よく犯罪とかでね出てきますね、マッチングアプリ。これでのトラブル、マッチングアプリでのトラブルが最も多いのがなんとマルチ商法だということですね。マルチ商法の勧誘にマッチングアプリが使われてますよと、いうこと、はい、出てます。ウェブスターマーケティングっていう会社、は3月23日にマッチングアプリ利用時のトラブルに関するアンケートの調査結果を発表したと。対象は全国の男女300人で、調査期間は12月15日から2月16日ということで、調査対象のうちトラブルに巻き込まれた経験があるという人は、46人で全体の 15.3%、まあ、少ないですね。全体の 15% のぐらいの人がマッチングアプリを使ってトラブルに巻き込まれたと。私はなんか少ないかなって感じします。で、男女別で見ると男性が39.1%、 女性が 60.9%、 まあ女性の方が64で多いと、まあ 39% と 61% ということでね、女性の方がちょっと多いかなっていう感じでね、被害者で最も、被害者が多かったトラブルはマルチ商法、これが 30%、 この他、詐欺サイトの勧誘とか宗教の勧誘とか投資の勧誘とか、こういったまあまあ、マルチもそうですけどね、勧誘にマッチングアプリが使われてるってことですね。まあ、マッチングアプリってね、私、ピンとこないっていうかね、いわゆる何でしょうか、出会い系サイトもマッチングアプリに入るんでしょうか。あとマッチングアプリってなんか結婚の、結婚を真剣に考えている人たちのやつもマッチングアプリっていうのかな、わかんないですけどね、この辺の境界線がね、あれですけど、まあでも全体のね 15% の人しか被害っていうかトラブルに巻き込まれてないということで、私はなんか少ないような気がするけどね、思ったよりもっとトラブル続出してんのかと思ってましたよ。あと、一番多いのがマルチ商法の勧誘とか、投資の勧誘とか、宗教の勧誘とか、やっぱり勧誘系ですかね、見知らぬ人からの、それをマッチングアプリを使って、まあ、勧誘に使ってるということで、まあ営業活動みたいなもんですよね、普通の、一般企業でいうとこの、はい、まあまあまあ、あれですね、マッチングアプリでね、誘われて最初なんかコーヒーとか食事とか初めて初対面で行ったらいきなり、ま、マルチ商法とかね、宗教の勧誘とかね、困っちゃいますね本当に。で、マッチングアプリを使ったマルチ商法の勧誘、のトラブル、これ年々増加傾向にある、増加傾向にあり、年齢別では20代から30代の若年層の被害が多いと。まあ当たり前ですね、このマッチングアプリ自体多分20代30代の人がほとんど使ってるんでしょうから、ほとんどというかね、比率多いと思うんでね。あと詐欺サイトや桜サイトへの勧誘、は今回の調査では女性の被害が多くなっていたということで、割とねこれマッチングアプリ使って女性も被害に結構合ってるんですね。なんかこの事件とかでね、出てくるのはなんか、男女グループになって女性をまあおとりみたいな、なんていうのかな、にして男性と合わせていわゆるおつ、あ、なんだ、あの、つつもたせか、後から男性が登場してね、俺の彼女に何やってんだ、俺の奥さんに何やってんだみたいなね、いう感じで金を巻き上げるみたいなね。あとマッチングアプリで出会ってどの子のわいせつ事案とかね、たくさんありますね。だけど事件とか事故はそういうのが、事件とかはそういうのが多いんでしょうけど、実際多いのはいろんなマルチ商法であったり投資であっての勧誘に使われることが、マッチングアプリ多いんだなっていうね、この統計、データというかアンケート見て分かりますね。はい、皆さん、まあ、このチャンネル見てる方ね、若い方ほとんどいないと思いますけども、とにもかくにも
見知らぬ人と会うときはご注意くださいっていうことですね。はい、まあ何度も言ってますけど、はい、そういうことです。914回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。